遊びたいモードを選んでください。よし、モード決定です。まずは 1P のバトルの準備だ。バトルに使うカードがなければ、はい、ネックレスどうぞ。カードがなければカードがなければ空ボタンを押してね。虫カード1枚、カードスキャン完了。これつらい。謎のメイガジェメイになった。嵐メイガジェをセットしたよ。みんな今多分嵐どんな効果が出てるんだって。チャージ完了。そうなるんだ。バトル準備完了だよ。続いて身の記録を確認します。記録カードをスキャンしてください。そうだそうだ、この記録カードを作るじゃん。確認完了です。この記録カードある。通信に失敗しました。やりますけれども、オフラインモードになります。はい、次にバトルに使うカードをスキャン。カードがなければメタルフェルどうぞ。あ、すごい。カードがなければ空ボタンを押してね。カードがなければ空7星、カードがなければ星9でもないんだ。だって向こうが強いんだもん。V ガチャを押したよ。 V ガチャを押し続けて、はい、V ガチパワーチャージ中だよ。チャージ完了。対戦を始めよう。普通に強いんだよなチームが。ちょっと頑張っていきたいと思いますよ。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。始まりましたジェンドバトル。はい、お願いします。僕はね、エイシン君に勝ったことないんだよね。私は登場です。来た。公園のアマテラス、ヘルクレスオキシデンタリス。デンタリス、はい、気に入っちゃったでしょ。うん、気に入っちゃった。一発技パワーです。カブトの V ガジェセット。オオカマキリ、オオカマキリ、オオハムシ、ハムシ、ニシキオオカマメガ、全部全部ガチなんですよね。相性20丸、虫がパワーアップだ。これは強いです。続いてルフィの虫が登場です。悪役の妖精。僕はメタリフェルが相方。メタリフェル細赤クワガタ。メタリフェルがちょっと少しないかな。あー確かに。メタリフェル超大変。勝利は勝利バッタレアだけど使いやすい。ブラチナコガネ。あー、これ指導よ。これは強そうだ。400なんで強いんですけど。虫がパワーアップだ。ここはね510発動のチャンスや。よし、よしよしよし。まだ。あ、やばい、いきなりやれた。必殺技ですよ。妖装破壊。メタリフェル妖装破壊の必殺技って。そしてテクニカ高いので。大きい。これがね。これ少量バッター、これがね、魅力ですよ。そしてドーン、蹴っ飛ばして、これは大きなダメージ。はい、さあ、まずはね、先手を取れたんでこの流れに乗りたいですけど、うっ、アイコ、おっと、アイコだよ。必殺技で押してきますね。これかな。おー、ないよ。こい。ああ、ユーチューブ。危ない。これ危ないな。よし。よし。メタリテリ細赤クワガタの攻撃。ルフィフライト。ギリギリ勝つ。ゲージをきっちりしないと。よし。ダメージ。ノックアウトだ。ドキドキしますよ、これ。これまずいですよ、これ。ふぅ、アイコだ。さっきなー、でも初期で変えてきたもんな。ほい。よし。読めてますね。今日いいですよ、僕。ルフィ、パーフェクト。今日いいですよ。アリア攻撃だ。アリア追撃。あれ、これはいいですよ。調子が全然違う。
ートが見えたかもしれません。これはどうだ。ほい、アイコ、アイコだ。ここでアイコ、おお、なかなか読めなくなってきてる。難しいですね。よーし、よーし、これはしくったからしがないですね。アンブレア、エルピスオキシデンタリスの必殺技。大カマキも一緒に備えているのが困ったところですね。あー、よし、すごい。アイドルマウント、はい、嵐の V ガチ発動。僕は回復の V ガチなんでまだですね。ほい、あー、まずい。これいつものボタンだ。よっしゃ、来た。ビクトリーアタリアクリハリケーンストライク。早くいろいろ、よしよしよし、上司のプレッシャーがやばかった。上司のプレッシャーがやばかった。これが鈴木からのいい感じですよ。その勝負ウェーブ、あと画面が割れる。アタックがこの辺りまで割れた。そして元気が出るので、さあさらにバスケが、バスケがきついぞ今回。頑張れヘルク。これはどうだ。ダメージを食らわして僕は回復すると。やばい。さあこっから、こっから持ってきたい。かなり持ってきたいですね。ほい。ああ、ヘルクレスオキシデンタリスの攻撃。耐えろ耐えろ。耐えろ耐えろ。僕のメタルフェル頼む。まさかそのダメージって。回復が継続。これどうしようかな。これ難しいな。どうしよう、マジどうしよう。ついよし、これはこれは勝ったのでは。これは勝ったのでは。やったー。ギリギリでこらえたー。ついに反撃。お助け。よし、決まってしまったか。決着がついたー。危なかった。ルーピーの勝利です。すいません、あの 100% 本気でやりました。すいません。よし、よしじゃないこれ、この動画大丈夫かな。網を動かそう。ボタンを押すと網を振るよ。すごかった。もっと、もっと、なんか、すごいね。あと2回。来るもんなんだな。すごい。信じてくれない。あと2回。すごいですね。本当ですよね。いや、だから超急にヘルプレス。やっちゃった。見たことない。ゲット。V ブースター。ゲット。V ブースターをゲットしたよ。V ブースターがあると虫がちょっとだけ強くなるよ。あ、でも V ブースターはね。終わり。一回置いといて。4匹の虫を捕まえたよ。今は最後に好きな虫をカード、1枚カード化できるよ。これだね。これが今回の目玉。はい、すごいな。カード決定しちゃったよ。じゃじゃーん、竹蔵様がカメラびっくりしたな。負けて出るパターン初めて。虫の写真を撮ろう。僕が勝ったのはなんかあんまりなかったことになった。好きなタイミング
ったっけな、ちょっと強すぎた。撮った写真がカードになるよ。なんかあ、デモでやった。バッチリだよ。全部打ってね。いいですね。カード作成中だよ。じゃあ、最後に出たな、黒魔法のおじさん。ブラック、君の強さを見せてくれ。よし、はじめ、ボタン連打だ。もっと、もっと連打だ。そこまで。クイズさん、結構いい。よし、すさまじい連打だったぞ。まあ、今日はオフラインではないですけども、まあ、そんなことよりですね。カードが、はい、出ました。カラムだ。出た。じゃがじゃん。で、カードができたね。きた。出ちゃった。取り出し口からカードを取ってや。出た。はい。今回の最強虫のね。続けて残りのカードを出ちゃいました。できるね。クレスオキシデンタレス。僕が勝ったのはもうすでに過去のこと。はい。いや、よかった出て。いや、みんな僕に負けるとすごいのが出るもん。なかなかないですよね、僕が勝てるのはね。はい、というわけでよかったね。負けてよかったってなかなかないことだったんですが、はい、負けてもらえるってなかなかない。はい、相棒ゲットということでおめでとうございます。ありがとうございます。本当は僕がおめでとうなのではないかと。僕らはあれですもん。おめでとうございます。出ちゃった。はい、というわけで、あのバトルありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。またぜひ、はい、また来た時にやりましょう、ぜひ。はい。